はい、後藤輝樹です。本日の雑談です。今日はね、本当ね、一日、ゆっくりしようかと思ったんですけど、急遽外に出ることになりまして、ご飯をね、ご馳走していただいたんです。そういう、全然そういうつもりはなかったんですけども、そうおっしゃっていただけて、本当にありがたいなと思っていて。本当はね、学生が食べるような、定食屋さんみたいな、行く予定だったんですけど、今日はやってなくて、ちょっと違うところに、で、松屋さんが、牛丼とか牛飯食べるとしたら僕、吉野家さん、すき家さんじゃなくて松屋さんにしてるんですね。化学調味料無添加とか、一応こだわってるんで、完璧ではないとは思うんですけれども。で、前から、近くではないんですけども、ちょっと行ったところにあって、行きたいなと思ってて、で、そこを行かせていただくことになりまして、好きなとこいいよ、みたいな感じだったんで。はい。で、行って、いただいたんですけども。で、で、まあ、ちょっと有意義なね、時間を過ごすことができて、本当にありがたいなっていう感じですけど。それ、なんか本当、ボソボソ喋って申し訳ないですけど、本当に、素敵な時間をね、ありがたいなと思ってて。はい。その定食屋さんね、食べたかったなと思いましたけどね、ちょっとやってなくて。はい。なんか別に定食屋さんは別に無添加とかそういうんじゃないんですけども、たまにはそういうのいいかなっていうか、ネットで口コミとか見たら、学生さんがすごい食べてて、お父さんお母さんみたいな、おかみさんみたいな、人柄が良くて、いいみたいな、そういうあるじゃないですか、街の定食屋さんみたいな、そういう、なんつうんだろう、無添加じゃないけど、そういう人のエネルギーが入ってる食事みたいな。そういうのも食べてみたいなって、普段自分一人じゃ行かないんで、そういう安くて、たくさん、ボリュームあって、で、感じの気さくな店主さんの、エネルギーがこもった、料理も、ご縁というか、いいかなと思ったんですね。別に普段食べないんですけど、でもちょっとあんまやってなくて。で、他にもいくつかあったんですけど、でももともと松屋そこ行きたいなと思ってたんですけど、で、そこ行って、で、その帰りとか、帰り、そうですね、だから、帰りにも一応ゆっくりしようかと思ったんですけど、秦野のお水を買いたいなと思ってて、秦野のお水、秦野市のお水。水道水でも出るんですけども、どうせならこの新品のプレゼントというか、したいなとか、そういうのあったりとか。で、スーパーとか買いに行ったんですけど、ないですね。売ってないですね。秦野の水みたいな。どこで売ってるんですかね。物産展とか、市役所とかで売ってるんですかね。スーパー逆に売ってないですね。スーパーはスーパーオリジナルのお水で、秦野のオリジナルの水売ってなくて。で、それがなかったら、ただ帰って、家でゆっくりしようかなと思ってたんですけど、微妙に蒸し暑いな、やっぱ今日雨降ってるから、外出るから、ついでにダイソーさん行って、種見ようと思って、トウモロコシ植えたいなと思って、トウモロコシ作りたいなと思って、ちょっと今、サーキュレーター回します。トウモロコシ、でもダイソーさんで種がね、売ってればいいんですけど、売ってなかったらどうしようとか、思いながら、お水をね、秦野のお水を探すついでに、ダイソーさん行ったら、トウモロコシあって、50円、100円で2袋のやつと、プレミアムで100円で1袋のあって、
50円のやつにします。50円のと、50円のトウモロコシの種と、なんだ、小ネギ、コンパニオンプランツで、トマトとナスとピーマンを植えたんですけど、トマトとピーマンとナスって相性が悪いんですって調べたら。なので、これはいかんと、相性のいい、ネギをこう間に挟んで、育てようと思って。だからもう不思議ですよね。今日は本当一日本当ね、もうだらーっとしようと思ったら、まあ朝、そういったことを、声をいただけて、まあまた、もうジグソーパズルの話をしてますけど、こうやっぱ、バタバタバタってこう動くんですよね。まあ昨日の時点では、まあこんな風、今日のこの予定とか、まあこういう風になるとか全然思ってなかったんですけど、いろいろ、動くなと思って。不思議と。で、トウモロコシもね、まさか今日、まあいつかやりたいなと思ったけど、今日やるとは思わなかったくて。で、そう。で、雨だったんですよ。雨模様なのに、雨そんな降ってなくて、おかげさまで。だから畑もやることできて。で、もっと言うと、この前も、この前ごちそうになったんですけど、カレーを、ネパールカレーを。その時も大雨だったんですよ。予報が大雨。だから、その時は僕はもう長靴か、もしくは、スニーカーにビニール袋を巻いて、スニーカーが濡れないようにしていくか、どちらかを考えてたんですけど、当日になるとなんか雨が止んでて、みたいな。まあ、全然余裕やんと思って。本当あんまり調子に乗らないようにしたかったんで、あんまり、イエーイみたいな感じのツイートしなかったんですけど、ああ、嬉しいな、みたいな。ちょっと一応、そのエネルギーは取っとこう、みたいな。あんまだから、やったぜみたいなツイートしなかったんですけど、内心はやったぜみたいな、ありがとうございます、感謝です、みたいな。今日も、割となんか、全然雨降る感じだったけど、全然大丈夫だなっていう。なんか本当ありがたいなっていう。だから本当にね、なんかまあ調子に乗らないというか、背筋ピンとしてね、生きなあかんっていうふうに思わせていただいてるというか。だからこう、運命って本当に怖いっていうか、怖いと取るか、まあ、すごいと取るか、まあ、あれですけども、前にテニスの話したと思うんですけど、テニスの選手が失格みたいな、誤ってボールを持ってる女の子、ボールを渡す女の子にボールを当てちゃって、失格になっちゃった。失格。どう思います？普通ふざけんなですよね。なんで、わざとじゃないのに、そんなにやられて、失格とか意味不明じゃないですか。最初失格じゃなかったんですよ。で、なんか競技した、なんか、しかも対戦相手のやつが、もう対戦相手のやつがめっちゃ性格悪くて、めっちゃすいません、性格悪くてとか言っちゃって、わざわざ、あれってもう失格でしょみたいな言いに行ったんですよ。最悪じゃないですか。俺そんなやつ、本当にプロスポーツ選手としてあるまじき行為っていうか、どう考えても、誰が見てもわざと当てたんじゃなくて、ボールを返そうとして、ポッてこうやってパンってやったら、ボールを持ってた女の子が、ボールを渡す女の子が、ちょっとよそ見をしてたのか、反射神経が鈍かったのかわかんないですけど、ちょっと、なんか、頭かなんか当たって泣いちゃったんですよ。泣くなよ、と。泣くな。そんなんで泣くなって思いましたけど、しかも、絵に、すっちょ可愛い子なんですよ。しかも、ボールガールの女の子可愛い子で、ちょっと可愛い子で、絵になる子だったんですよ。泣いて、絵になる。もう、その泣き顔を見ただけで、みんな可哀想、可哀想みたいな感じの子なんですよ。で、もう、泣いちゃって、しかも、ウェーンとかじゃなくて、なんかもう、しくしく泣いて、泣くなって、お前。そんなもん泣くなって、お前。なんかもう、キャッチャーミットっていうか、なんかキャッチャーのヘルメットみたいな、野球のなんかもうすげえアメフトみたいなのを顔つけとけと思いましたけど、ちょっといけません。そんなふうに思っちゃいけませんけど、俺が選手だったら、お前泣くな、そんなもんだ、お前。ふざけんな、お前って思いますけど、で、結局、だから対戦相手の人が、最初は失格じゃなかったのに、対戦相手の人が、選手が、いや、あれ、ちょっと失格でしょ、どう考えても。あの女の子泣いてるし、あんなんも、失格でしょ、つったら、失格になっちゃったんですよ。こんなことありえます？これ日本人いじめなのかよくわかんないんですけど、
どう考えても失格じゃないと僕は思いましたけど、失格になっちゃって、で、しかも失格だけじゃなくて、なんかポイント、なんかそのランキングのポイントとか、その賞金とかも全部没収みたいな。あります？そんなこと。そんなことあります？悪質に故意にやってたらわかりますけど、ちょっと、そのボールガールに返そうとして、ボールガールにぶつかっちゃって泣いちゃう、もうそれで失格とかもありえますよ。お前、そんなトロいやつ、すいません。採用すなって話なんですけど、すいません、本当に。ちょっとすいません。ちょっと、これは僕の意見じゃなくて、僕の意見じゃなくて、その選手の代弁、選手の本音をね、代弁してるけど、普通はそうやで、本当に。そんなもん泣くんだったら、お前、ボールガールにすなって思いますし、もう、プロテクターしとけと思いますけど、それが集中しとけと思いますけど、だから僕はね、まあ別にそんな、もう他人ですから、別に、ああ、かわいそうだな、ぐらいですけど、僕はだから本人のね、気持ちをね、本人と世間の気持ちをちょっと代弁させていただきます。これは本当に僕の気持ちじゃないですよ。そのね、可愛らしい子です。本当に可愛らしい子で、すごいね、可愛らしい子。可愛らしい子なんで、僕は別にそんな思ってないです。あ、かわいそうだなって思いますけど、みんなかわいそう、みんなかわいそうなんだけど、でも、悪い奴がね、もうその悪い奴って、ね、そのね、対戦相手の人もね、その女の子のために言ったのかもしれないですけど、まあ、なんか、ノーみたいな、もう、失格なんすかみたいな。なんでみたいな、ノーみたいな。もう一回ちょっと喋ってください。ノーみたいな感じで、審判がノーみたいな感じで、腹立つじゃないですか。で、結局なんかそれって、なんかまあ、後で、なんか、それはテニス連盟みたいな人が、テニス連盟みたいな、組織が、それはその失格はちょっとおかしいですみたいに、表明出してくれてたんですけども、まあ失格は失格じゃないですか。で、ポイント没収とか賞金没収みたいなのは多分回避されるんじゃないかなと思うんですけど、で、その女の人、ね、選手、日本の選手がね、もう悔し泣きしてるんですよ。やっぱ会見みたいな悔し泣き。もうどん底じゃないですか、それで。で、その次の日かわかんないですけど、翌々日かわかんないですけど、今度はだからその、混合ダブルス、男性とペアを組んで、その、女性の選手がね、男性、失格になった女性の選手が、男性の選手とね、男性の選手は外国の人なんですけど、組んで試合したんですよ。そしたらなんか優勝しちゃったんですよ。優勝。あります？こんなこと。やっぱそのエネルギー、ふざけんなっていうエネルギー、わかんない。ふざけんなと思ってないかもしれないですけど、悔しい。なんで失格しちゃったんだろうみたいなエネルギーをそのプレーにぶつけて優勝しちゃったんですよね。まあ、わかんないですよ。全てがそうかわかんないですけど、少なからずあるわけじゃないですか。だからそこで優勝しなかったら、だって賞金も没収、ポイントも没収されてるし、悔しさのこの気持ちをぶつける場ってそこしかないじゃないですか。健全な場は。もしかしたらね、なんかネットで書き込みして、そういうやついるやないですか。もうクソリプするなって俺言ってますけど、なんとかなんとか匿名でなんか、後藤輝基クソだ、後藤輝基、あもう本当ひどいやつだ、後藤輝基は本当に、頭おかしい、後藤輝基は、後藤輝基はなんか、俺自分のこと好きだから全然出てこない。悪口が、自分に対する悪口が全然出てこない。皆さん、視聴者の皆さんごめんなさい。後藤輝基は、全然出てこない。後藤輝基は、女をこう、自分に対する、認識がポジティブすぎて、良すぎて、自分っていい人だって思ってるから全然悪いことが出てこない。全然出てこないですけど、もうクソアンチみたいな、やり方で、そのなんかクソみたいなことを言ってる、じゃなくて、とかなんかふざけんなよみたいなことを言うんじゃなくて、プレーでにエネルギーをぶつける。これが健全のね、健全なやり方なんですよ。自分の悔しいこと、自分のなんか不満だとか、将来の不安、現在のイライラ、そういったものを、その自分のやるべきこと、お役目、自分の仕事、自分の活動、自分の、主婦の人だったら主婦の、そのね、お仕事っていうか、主婦の、その、やることあると思うんですけど、あと、学生だったら、その、勉強だとか、部活動とか、いろいろあると思うんですけど、そういうのにぶつける。それやっぱ健全だと思うんですよね。僕だったら後藤輝基としての活動、生き方にぶつける。それは健全だと思うんですよ。で、ぶつけた結果優勝ですよ。しかも、そのペア組むとか、組んだのも、外国の選手なんですよ。なんで外国の選手かっていうか、なんかペアが、あぶれてて、なんかよくわかんないけど、ペアが見つからなくて、ペア募集締め切りの2分前に組んだらしいんですよ。2分前に組んだのに、やってみたら息があって、優勝しちゃうって。で、その前に、だからあれですよ、だから、
失格になって、もうふざけんなで、で、ペアで、ダブルスペアでやって、急遽のね、急増の、ね、作ったばっかのペアでやって優勝って、これ、すごくないですか？これ、もっと評価されていいと思うんですけど、漫画みたいな話、映画みたいな話なんで、だからその運命ってやっぱドタバタすると思うんですよ。で、ドタバタする中で、そこをまあ、一喜一憂しないというか、まあ、一喜一憂してなんかにこのエネルギーみたいなその塊が黒いものなのか白いものなのか神々しいものなのかわかりませんけれども、そのエネルギーの塊はやっぱその自分がやるべきこと、お役目、自分がすべきことに、まあ、もっと言うと世のため、人のためになることに対してぶつけることですよね。それをなんか、ネガティブな方にくよくよするとかね。なんか恨むとかね。マイナスの方に使わない方がいいかなと思いますね。使わないでほしいと思うし、使わない方があなたのためでもあるよっていうふうに思いますね。本当思うことは。だから本当に、まあ今日もね、だから、僕はだからいつもお祈りはするんですけども、良き方向にね、なんかこう、バタバタってね、言って、本当にありがたいなと思ってますし、だから皆さんもなんかトラブルだとか、なんかイライラすることとか不安なこととかなんかあったとしても、なんかね、それをね、前向きな方向にね、使ってほしいなと思いますね。それをできるのはもう自分しかいないんですよ。自分でそれ決めてるんだから。自分でポジティブになるかネガティブになるか、自分で、ニコニコ楽しい一日を過ごすか、人を恨んだり、人の悪口言ったり、人の邪魔するようなことをしたり、人の迷惑になることをしたりするかっていうのは自分で決めてるわけですから、誰か他人に強制されてるわけじゃないじゃないですか。自分の感情でそうしてるわけなんで、いい方向に使ってほしいなって本当に思っています。で、因果応報なんですよね。因果応報って絶対あるんで、僕は結構好き勝手生きていったりするんで、俺はこうだから。後藤輝基はこうだから。俺はこうだから、こうじゃなきゃ無理だよ。俺はこうだから、みたいな感じで、人を傷つけてきたと思うんですよ、多分。だから、僕が多分結婚うまくいかなかったのも、それが返ってきてるんですよね。僕がって、もう僕ばっか言ってますけど、僕がね、お付き合いして、結構ね、女性を多分傷つけてるんですよ。僕って思ったことはっきり言うタイプじゃないですか。思ったことはっきり言うタイプなので、悪気なくとか、それ言わない方がいいんじゃないのっていうことを僕は正直に言っちゃったりするんですよ。傷つけるつもりとかじゃなくても、その結果、だからちょっと、ね、嫌な思いとかさせたりとかしてたと思うんですよ。でも僕は別に悪気があってやってるわけじゃないって、正しいことしてるんだみたいな。で、言いたいことは言うみたいな。だから多分、そういうのを僕がやってきてるから、多分ね、それが返ってきてるんだと思いますよね。だからその因果応報ってあると思うんです。別にそんな俺ひどいことめちゃくちゃしてるわけじゃないけども、ひどいことしてるわけじゃないけども、だからそんなに別にひどくなってないんだろうけど、返ってくると思うんですね、因果応報で。だから、何を言いたいかっていうと、逆に言えば、いいことをしておけば、いずれ返ってくるんですよ。あなたがいいことをしてきた、いいことを今もしてる。でもちょっと辛い、しんどい。なんでこんなにうまくいかないんだろう。なんで私はこんな不幸なんだろう。なんでこんな辛いことばっかあるんだろう。なんで私だけこんな頑張ってんだろう。頑張っても全然報われないとか、もう死にたいとか、もうしんどいとかあるかもしれないですけども、もちろんやり方とか間違ってるかもしれないし、自分の解釈だとか、自分の見方だとか、自分の捉え方がちょっとずれてるかもしれないですね。だからそれが少しね、周波数を合わせれば、見方を変えれば、すごく幸せって思うこともあるかもしれないですけども、基本的には、でも、いずれにしても、いつか帰ってくるんですよね。やったことが帰ってくるんです。収穫の時期がまだまだ来てないだけで、それが明日なのか、1週間後なのか、1年後なのか、10年後なのか、50年後なのかわからないですけども、必ず帰ってくるんですよね。
いいことも悪いことも。なので、前向きに頑張ってほしいなと思いますね。前向きに善行、いいことを積んでほしいなと思いますね。善行を積んでほしいなと思います。だから、もう死にたいとかね、もう辛いとかね、あとちょっと頑張れば道開けますよって話なんですね。あとちょっと頑張れば。惜しいっていう人たくさんいると思うんですね。惜しいって。で、僕も、例えば今辞めちゃったら惜しいとかなると思うんですよ。うん。一応別に僕は幸せですけど、僕は幸せですけど、まあ、いや、僕はもっと評価されていいと僕は思ってますよ。思ってますけど、別にそれに見合うだけの評価されてはないと思います。だからそれはまだまだ収穫の時期がまだ来てないだけで、うん。だから収穫の時期はわかんないんですよ。まあ、それはまあ、いいことも悪いことも。だから、死にたいとか自殺しちゃう人とかもいると思うんですけど、もうちょっと頑張ってみようとは、思いますね。だからそんなね、本人に直接は言いませんよ。死にたいと言ってる人にもうちょっと頑張ってみようっていうのは。今これを見てね、まだ余裕が、精神的余裕がある方が、いつかね、そう思った時に、あ、後藤輝樹確かなんかそんなこと言ってたなとか、思ってもらえればと思うし、うん。なので今仕込んでるっていうか、その死にたい人とかね、いた場合、あ、もうちょっと頑張ってみようとかね、うん。思ってほしいなって思っていますよ。それはまあ自分に対しても言ってるかもしれないですけど、別にだから僕は別にそのためになんかいいことしようとか、世のため、人のためになることしよう、どうせ後で帰ってくるんだから、その、リターンを求めてやってるわけじゃないですよ。損得勘定でやってるわけじゃないですよ。僕はただ単に、捨て身でね、何の見返りを求めず、とにかくいいことしまくろうって。もうそれだけですよ。ちょっとまあ、気違いというか、気狂いというか、いい意味で。いい意味で気が違っちゃってる。いい意味で気が狂っちゃってる。いっちゃってる。ちょっともうちょっとね、ほら、もうちょっとね、もうちょっと行かなきゃいけないね。いっちゃってるって、もっと、もっとね、瞬発力欲しいね。こういう時の。ちょっと、照れとか、ちょっと照れが、ブレーキかかっちゃってね。まあいいんだけど、いいんだけど、そういうことなんですよ。ちょっとね、何喋ってるのか忘れちゃいましたけど、だから帰ってくるんで、もったいないですね。もし今ね、辞めちゃったら。辞めちゃったらって、それ別に自分に言ってるわけじゃないですけども、本当に死にたいとか、そう思ってる人がいるんだとすれば、でも何もやんない、何もしてなくて死にたいっていう人は、もうちょっといいことしないとダメかもしれないです。何もしなくて、ただただもう、っていう場合はあれですけど、今一生懸命頑張ってるのにな、なんか全然結果が出てこないっていうのは、後で出てきますんで。で、悪いことしてる人は、後でね、因果応報で帰ってきますんで、なるべく今のうちにいいことしておいた方がいいです。いいことしておいた方がいいです。もう損得勘定論で言ったとしても、いいことしておいた方がいいです。後で帰ってくるんで。別に損得勘定論じゃなくても、人間としてのあり方でも、いいことしておいた方がいいと思います。そっちは気持ちいいでしょ。悪いことするより。気持ちいいし、楽だよ。いいことしてる方が。悪いことすると、やっぱ、苦しいよ。自分が悪いなと思ってることしてたら、やっぱ、ドキドキしちゃうし、そわそわしちゃうし、精神的にね、自分で首絞めてることになってくると思うから、いいことの方が、後でいいこと返ってくるし、いいことの方がね、楽ちんなんだよ。だって、嘘つかないで、自分らしくね、いればいいだけなんだから。で、みんなに喜ばれるんだから。だから、いいことしといた方がいいと思う。でも、悪いことしたら、その、取り繕わなきゃいけなくなっちゃうから。だから、因果応報でね、帰ってくるんで、本当に気をつけた方がいいかなと思います。だから僕がね、なんか悪いことあったとしても、それ帰ってきてんだなと思うようにしてはいます。だからまあ当然かなって。でも今日ね、で、あと、あ、ゴールドキウイ買ったんだけど、めっちゃ安かったね。スーパー。あれ、ザビックさん。茅野市にもあったんですけど、ザビックさんで買って安かったね。4個で、5個で400円ぐらい。5個で400円って、1個80円で、普通ね、130円とか、安くても100円ぐらい。それが1個80円で買えるんだから、すごい安いよね。ちょっと小ぶりだけど。で、最近ね、俺クレジットカード使ってるんですよ。クレジットカード。で、なんでかっていうと、いや、なんでかっていうか、俺クレジットカード使わないのよ、本来。なんでかっていうと、持ち歩いたら怖いじゃん。カード持ってたら。
カードみんなピッてやったら、あれ支払いできちゃうってことはさ、落としたらもう終わりやん。お金落としてるのと一緒で、しかもお金つっても、あれってね、限度額とかわかんないけどね、10万とかね、20万とかね、わかんないけど、いくらなんかわかんないけどさ、少なくとも1万とか2万とかさ、平気で買い物できちゃうわけでしょ、多分。怖いやんか、そんな。だから俺は、持ち歩かないようにしてるんですけど、全然使ったことないんですよ、クレジットカード。でも、最近、スマホ型のクレジットカードあるんですよ。ここに、スマホ型のクレジットカードだと、スマホでピッてやるともう、支払いできるんですよ、クレジットカードで。しかも、ポイント入るでしょ。俺、キャッシュレス派だから、超いいなと思って。今までスマホだったら、QR コード決済か、スイカだけだったけど、クレジットカードだったら、クレジットカードピッてやって、しかも、ポイント入る。で、クレジットカードは、なんか言いたいこと忘れちゃったな。あ、そう、クレジットカードの方が結構、どこでも使われたりするじゃないですか。QR コード決済ないですみたいなあるけど、クレジットカードはありますみたいな。あ、でもね、クレジットカードのこの、カードを通すやつは使えないから、同じぐらいなのかな？タッチするから、タッチでピッてやるから、同じぐらいなのかもしれないけど、ペイペイ使えないけど、クレジットカード使えますみたいなところもあるんで、よりキャッシュレスの幅が広がったなと思って。本当俺もあんまり現金あんま持たないようにしてるから、ありがたいですね。で、それで買ったんですけど、で、僕って、マンション育ちだから、ゴミって24時間いつでも出せてたんですよ、子供の頃から。だから、そのゴミを捨てられるありがたさっていうのがあんまり、昔、あんまなくて、まあ当たり前に捨ててたんですが、でも、アパート暮らしとかになると、ゴミって24時間出せないじゃないですか。週に1回だとか、週に2回だとか、もしくは2週間に1回だとか。で、プラスチックゴミ2週間に1回って結構きついんですよ。可燃物ぐらいに出るじゃん。むしろ今、ね、SDGs とかあるから、再利用できるそのプラスチックみたいなのは、の方がもっと多いっていうか、ゴミが。だけど2週間に1回なんですよ、肌出しって。肌出し2週間に1回なんですよ。だから俺、部屋に溜めてるんですけど、でもそのザビックさんだと、回収してるんですよ、家庭ゴミ。家庭ゴミっていうのは燃えるゴミじゃなくて、その回収できるリサイクルゴミを回収してるんですよ。だから、ペットボトルとか缶とか、プラスチック容器とか、段ボールとか、回収してくれるんですよ。だから、だからみんな来るんだと思う。だからみんな、すごい。結構混んでて、車で来たりしてて、僕じゃなくて、お客さんとかで、結構駐車場も混んでて、店内も混んでて、なんでこんないるんだろうと思ったら、ついでにやっぱゴミ出せるんですよ。普通はだから、2週間に1回とか、週に1回とか、そう、2週間に1回とかなんですよ。2週間に1回も、しか出せないところを、好きな時に出せるわけですよ。そしたら行くよね、スーパー。で、ちょっとそこが高かったとしても、もしかして、まあいいや、もうここでって。ゴミも出してるし、ゴミを処分してもらってるからみたいな、俺が価格に反映してくるじゃないですか。まあ、こんぐらい払ってもいいや、みたいな。うまいなとも思うし、ありがたいなと思ったね。そういう、ね、お店っていうか、で、そういうのがあるから、そこでね、処理できるわけだし、その街の人も偉いなと思うし、で、本来だったらさ、そこら辺にゴミ捨てポイしてもいいわけじゃん。まあだからゴミが落ちてるんだけど、多くの人はやっぱゴミをちゃんとした捨て方してるから、そうやって資源なら資源で分けて空き缶入れたりとか、で、なんか空き缶入れたりするとなんかポイントつくとかもやってたりするんですよ。それも企業さん偉いなとは思うんですけど、まあ、それをね、守ってる日本国民もすごいなと思うんですね。美しい心というか。だって別にね、ゴミね、どっかこうやって、その辺ポイって捨てちゃってもいいわけじゃないですか。バレなければ。でもそれをみんなちゃんと守ってて、まあ僕も守ってますよ。僕も守ってますけど、僕はもうつい最近ですよ。今まではだから、
マンションで自分の好きな時間にね、処理して捨てられてたんですけど、分別してね。それがね、やっぱ、皆さんっていうか、だからこういう、なんか引っ越しとかさ、なんかあ、後藤輝基って引っ越しばっかしてるみたいな、アンチコメントみたいなのあるんですよ。なんか引っ越しが趣味みたいな、なんか、腹立つとわかんないですけど、なんか、そういうのあるんですけど、でもそういうことをすることで、いろんな人の気持ちがわかるわけじゃないですか。だから引っ越しすることで、こういうふうなのを、もう、ずっとやられてるって、まあ、すごいなって、自分はまあ最近からだけど、こういうね、みんなでそういうふうに街をきれいにしようとか、ルールを守ってちゃんとしようっていう人たちがいるおかげで、この日本の治安っていうか平和を保たれてるんだなとか思うと、本当にね、もうね、泣きそうになってきましたね。ちょっと感動しましたね。美しい日本の心というか。だから俺もね、本当に、頑張らなあかんな思いますね、本当に。だから皆さん本当にすごいなと思いますね。そういうの。で、今日もだけど、今日はじゃなくて今日もだけど、そういうね、なんかこう、店員さんと話とかしたんです。なんかこう、これってこうですか？みたいな。なんかここで、ゴミ捨てていいんですか？みたいな。家庭でその分別して捨てていいんですか？とかだけで。それをね、そんな、はい、そうだよ、みたいな感じじゃなくて、ちゃんとね、気持ちいい、受け答えしてくれたりとかして、本当ありがたいなと思いましたね。お忙しいところ。そういうね、良き人たちのおかげで、この社会がね、いい風に回ってるんで、自分も、一つになれたらいいなとは思って、まあね、日々生かさせていただいてますけど。まあそんな感じでね、やらせていただいてます。ということでね、まあ本日の雑談はこの辺でね、終了したいと思います。まあ、喋り切ったかな。まあ、こんなもんで。本当ね、ごちそうさまでした。美味しかったです。感謝して。牛飯屋の補足言うと、俺は、ツイートしましたけど、俺はもう最初に、すいません、ちょっと梅雨抜きでお願いしますって言ったんです。梅雨抜きで。最初なんかね、ちょっとなんかイライラしてたんですよ。なんかその人。レジかなんかやってんのかなんか知らないですけど、イライラしてて、そこに、俺がちょっと声かけたの、だから余計イライラしたのかわかんないけど、それなんでイライラしたかっていうと、これ食券ですみたいな渡して、いや、食券はもうそんなの渡さなくてもいいんだよみたいな感じを出したんですよ。まあ、俺も多少それ、なんとなく分かってたかもしれないけど、いずれにしろ俺、梅雨抜きって言いたいから、梅雨抜きですの前、俺、食券ですって言って、食券、呼びますんで、みたいな感じだって、梅雨抜きでお願いしたいんですけど、もう梅雨めちゃくちゃ切って抜いてくださいって本当に言ったんですけど、蓋開けてみたら、食べてみたら、普通の牛丼、梅雨だくではないけど、普通の牛飯、俺が梅雨を抜いてくださいって言ったとき、梅雨抜かれてるわ、ちゃんとしっかり抜いてくれてるわってわかるんですよ。それと比べると全然抜かれてないわと思って。でもね、ご馳走してもらってるから、いや、ちょっとこれ、梅雨抜いてないじゃないですか。もう抜いてくださいって言ったんですけど、もっと抜いてもらえますかって言うと、だから、まあ、自分のイメージも悪くなるから、あれなんですけど、その場の空気も壊、もう前提的に壊したくないから、まあ、ええやんかって、まあ、牛飯でつゆ抜かれてなくてもええやんかって話なんで、もう食べましたけど、俺は。ただ、それはあかんでって話です。つゆ抜いてくださいって言って、しかも、強めに、ちょっと、つゆ本当に抜いてくださいって言ったのにもかかわらずやってないところがあかんじゃないですか、これは。それはやっぱ、でも、正されなきゃいけないと思うんですね。もう僕はもう食べましたけど、そんなことをね、店員さんに文句も一言も言わずに食べましたけど、そんなことでね、変な、嫌な時間にしたくないから。ただこれは後でクレームとして、梅雨抜きって言ったのに梅雨気にならなかったですよって、本来だったら言わなきゃいけない。これは会社かなんかに。その人に直接言わないで。そうすると会社かなんかで、ちゃんと梅雨抜きとかしっかりやりましょうとか、多分、教育してくれると思うんだよ。
でも、それちょっとやってないですよ。今回はそんなことね、会社に言ってないですけど、本来であればそれをやらなきゃいけない。まあ、やってないけど、その代わり僕はツイッターで、ちょっと通抜きされてないのはちょっと残念でしたみたいな言ったけど、まあ、大変だとは思いますよ。松屋とかで、僕も働いてた、アルバイトしたことあるんでわかりますけど、しかもね、すげえ忙しいところで僕が働いてたか分かります。でも、それに比べて忙しくない店舗だと思うんですけど、分かりますけど、でも、やっぱ、お客様からしたら、客からしたら、やっぱり、もう、それを一回じゃないですか、食べるの。店員からしたらさ、こう、何個も作ってるじゃん、一個かもしれないけど、もう、その一個を食べに、お客様が来てるわけだから、そこの一個に、やっぱ丁寧にやんないとっていうか、まあ、一個一個やっぱ丁寧にやっていかないといけないと思うんですよね。気持ち込めて、魂込めて、流れ作業ではなく。だそれは、やっぱちゃんとしてなあかんとは僕は思います。まあそんな感じですね。自分もちょっと偉そうなこと言って申し訳ないですけど、頑張りたいなと思います。ということでね、本日の雑談、ベラベラ、喋りました。何かの参考になれば幸いです。皆様、いつもありがとうございます。感謝です。